皆さんこんにちは。本日ご紹介をしますのはネルシーロといいます新しいブランドの AI ボックスのご紹介となります。でこちらの AI ボックスは以前ご紹介しましたカルチザンという AI ボックスの兄弟ブランドとなる製品となっておりまして、またオッドキャストのハードを共有する非常にクオリティの高い製品となっております。さらにこちら注目していただきたい点があるんですが、今現在の価格ではあるんですけれども 29,800円ということになっておりまして、 Amazon の場合ですと 10% オフのクーポン適用ということになっておるので、今現状だと 26,000 円から 27,000 円ぐらいで購入ができてしまうということで、オッドキャストの P3 がハイエンドモデルとしますとミドルクラスモデルということになっておりまして、非常に買いやすくてコスパの高い製品であるということで、まあ、ぜひこれからオッドキャスト欲しいんだけれども P3 とかだと値段が高いと、他に信頼性の高い AI ボックスはないかという方にとっては非常にうってつけの製品になるかと思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただけたらと思います。こちらの製品なんですが P3 の機能を共有しているということで、まあ、どの辺がそうなっているのかっていうのをまずご紹介をしていこうと思います。一つ目がこちらになります。でこちら箱になるんですけれども、ここを見ていただきますと、このラベル自体がオッドキャストで使われているラベルとなっております。でこちらはモデル CA481 と書いてあるんですけれども、ポッドキャストの AI ボックスを購入されている方は馴染みのあるラベルではないかなと思います。でこれ自体はポッドキャストブランドとしては、まあ、展開してないモデルということにはなっております。で2つ目なんですけれども、まあ、こちらになるんですが、ホーム画面に今切り替えました。でもう一度押しますと、このアプリの画面ですね、切り替わるようになるんですけれども、これもね、見覚えのある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ウィジェットがね使えるということになっております。これもね P3 から採用された機能ということになっております。でこれのいいところは何かと言いますと、これ Gmail なんですけれども、 Gmail の内容がまあここに掲載されるとか、またこちらは Amazon なんですけれども、 Amazon のこの製品の情報がまあ、ここで見れたりということができるようになっておりますので、まあ、いちいち展開する必要というのがないと。でこちらは YouTube ミュージックなんですけれども、まあ、YouTube ミュージックも今何をかけていたのかっていうのが、まあ、わかるようになっていると、まあ、いうことになっております。まあ、こういった点からもですね、これ、まあ、P3 から反映されている機能だということが言えるんではないかなと思います。で試しにこちら、開いていきたいと思うんですけれども、でさらにですね、共有されている機能というのがまだございまして、それがこちらになります。でこのホーム画面ですね、ここのボタンをちょ長押しします。そうしますと今このように画面が分割されたのがお分かりいただけると思うんですけれども、これ分割画面というのが展開されます。まあ、例えば Google でもいいんですけど、はい、まあ、このね分割画面というのはね、他の AI ボックスの機能でも搭載されているものが多いんですけれども、この製品はなんと3:7で、またこれ5:5、それから7:3ということで、この3つの分割画面を選択することができるということです。まあ、ここもね P3 から導入された、まあ、機能になっていると、まあ、いうことになるわけなんですけれども、このネロシードの AI ボックスでも機能が反映されているという点ですね。まあ、ここもね、オッドキャストと共有している点だっていうことがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、まだあります。で、次なんですけども、こちらになります。まあ、これがね、非常にね、使いやすいなって思うところになってくるんじゃないかなと思います。で、一度画面を閉じます。で、もう一回ホーム画面にします。で、このね、マルチプレイっていうのがあります。まあ、通常ね、Android 12のこの AI ボックス使ってると、まあ、カープレイとか Android Auto とかってあまり使わないとは思うんですけれども、まあ、やはりカープレイとか使いたいという方もいらっしゃると思います。で、これはですね、同時にカープレイも使えるし、Android 12 OS も併用して使えるということになります。で、ここはですね、ちょっとうろ覚えなんですけど、確かね、P3 はね、できなかった。たんじゃないかなと思います。で、このネロシードの AI ボックスはそれができるようになっております。どういうことかと言いますと、これカープレイの画面になってるんですけれども、
例えば Google マップを開きたいと思います。で、一度検索してみたいと思います。狭山市駅に行きたい。はい、そうしますと、まあ、ナビの機能というのはもちろん使えるというのは皆様もご存知かと思うんですけれども、この状態で例えば AI ボックスをやはり使いたいよっていう場合っていうのがあると思います。その場合このフローティングボタンっていうのがあるんですけど、このホームボタンを押します。で、まあ、YouTube 展開していきたいと思うんですけれども、はい、このようにマルチプレイを使っていても YouTube が視聴できるというところですね。ここがね、今までの AI ボックスとは違いますし、確かですね、P3 もね、これできなかったんじゃないかなって、ちょっとうろ覚えなんですけれども、別動画で P3 の動画も上げているので、確認していただければと思うんですけれども、確かできなかったと思います。ですが、これは、それができるということですね。で、もう一回、こちらの、あ、これはこのネット上の画面なので、もう一回マルチプレイに戻りたいと思うんですけれども、はい、このような形で、すぐに飛んで、カープレイのナビが使える。で、また、YouTube を、まあ、見たいよねっていう場合は、この YouTube 動画を再生するということがすぐできるということです。で、今までどうだったのっていうところなんですけれども、今までは、まあ、ちょっと設定画面に飛びますけれども、こちら、Wi-Fi を一旦切り替える必要っていうのがありました。で、カープレイとかの場合ですと、携帯とこの AI ボックスが Wi-Fi につながっているので、ネットの Wi-Fi が一旦遮断されるようになります。で、そこからまたネットを見たいとなった時にネットのこの Wi-Fi に切り替える必要っていうのがあったわけなんですけれども、まあ、それをやらずに済むという点ですね。そこが非常に、まあ、使いやすくなってるっていうのが、まあ、このネルシーロの AI ボックスの、まあ、特徴と、まあ、いうところ。また、オッドキャストでも確か導入されていたと思うんですけれども、まあ、特徴になってくると、まあ、いうところになります。で、次なんですけれども、このネロシードの、まあ、機能ですね、見ていこうと思うんですけれども、このホーム画面というのは、まあ、オリジナルの画面ということになっておりまして、この AI ボックスで取り入れられているものとなっております。で、先ほどと前後しますけれども、ここをしますと、まあ、アプリの画面。で、ウィジェットの画面ももちろん、ウィジェット自体も使えると。で、またここを押していただきますと、ホーム画面に戻ると、まあ、いうことになります。で、Amazon のページを開いておいて、で、ここのホーム画面を長押しすることによって、この分割画面というのが使えるようになると、まあ、いうことになります。で、もう一度 YouTube を展開しますけれども、YouTube と、まあ、Amazon が見ることができるということになります。で、また、ここのリターンのボタンを押すことによって、まあ、他のページに、まあ、飛ぶこともできる。これ、まあ、選択画面になるわけなんですけれども、まあ、Google、Chrome に見たいということであれば、ここのボタンを押していただければ、即座に他のページに飛ぶと、まあ、いうことができるようになっております。で、また、ここ自体は音声コマンドですね。押していただくと、はい。Wikipedia でクレオパトラを調べて、まあ、こういうことができると、まあ、いうことになります。あと、こちらにありますアプリに関しては、今まで開いたアプリの履歴が残っていると、まあ、いうことになっております。もう一回戻ります。はい。まあ、非常にですね、まあ、シンプルな、まあ、機能ということにはなっておるんですけれども、まあ、今までいろんなね、AI ボックスできたんですけれども、もうかなりですね、煮詰まってきていると、まあ、いうことが言えるんではないかと思います。まあ、非常に誰でも簡単に使えるということになってくるかなと思います。で、また言っておかなければならないところなんですけれども、この AI ボックスを使うに際してなんですが、まあ、今これね、自宅で使ってるんですけども、まあ、通常はですね、まあ、車の中で使うものになっております。まあ、そういった時にですね、まあ、このね、ネットですよね。この Wi-Fi の環境がないともちろん使えません。まあ、そういった場合は、
まあ、こういったポケット Wi-Fi ですね、まあ、こういったものが最近まあ主流になっておりますので、まあ、こういったものをですね使ってまあ接続をしてまあネットを見るというのがまあ今一番スタンダードになっているのではないかなと思います。でもこちらの AirBox に関しましてはこちらにもあるんですけれども、まあ、SIM とかもですね、まあ、使えるようにもなっておりますので、まあ、SIM を使って使うと、まあ、より一層便利に使えるようにはなってくるんではないかなと思います。最後なんですけれども、SD カードで保存されている、まあ、収録動画等ももちろん見れるようになっているんですけれども、この AirBox はこの CX ファイルエクスプレスっていうこのアプリがあるんですけど、これがね、結構ね、使いやすくなっておりまして、まあ、元のページっていうのがこういうページなんですけれども、非常に使いやすいです。まあ、ダウンロードしたりとか、まあ、SD カードを見たりとか、まあ、ゴミ箱に捨てたりとか、まあ、こういったこと、まあ、ファイルの管理をする上では非常に使いやすい、このアプリになっています。まあ、こういったものもですね、ちゃんと、まあ、ついているということになっております。例えばこちらですね。まあ、こちらは、まあ、別動画でも上げてるんですけれども、最近、アイズというドライブレコーダーが出ましたけれども、まあ、そちらの収録動画、これは望遠レンズの画面なんですけど、まあ、こういったものもですね、もちろん再生したりするっていうことも、可能になっていると、まあ、いうことになります。まあ、こうしますとですね、早送りしたりするということもできますし、で、また、このように、動画を選んだりするということもできます。で、また、ラムとロムの容量自体も、もう十分すぎるぐらいの容量を兼ね備えておりますので、動画自体も、まあ、普通に見るということができると、まあ、いうことになります。まあ、こういったところもですね、非常に、まあ、使いやすくなっているということでですね、まあ、皆様に、まあ、こちらの製品なんですけれども、まあ、おすすめできるかなというふうに思います。まあ、こちらの製品の詳細なんですけれども、まあ、概要欄の方に貼ってございますので、まあ、ぜひ興味のある方は一度ご覧になっていただければと思います。それではまた皆様とお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。